ははいこんにちはパーカッションの高波です。今回はこちら、ご存知でしょうか。なんとあのスティーブ・ガッドが教則本を出しました。そのなもガッティメンツというね、ガッティメンツですのっていうあれなんですけれども、これね、すごいですよね。スティーブ・ガッドって教則本出すんだってね、僕、それに驚いたんですけれども、えー、海外ではね、少し前から販売されておりまして、最近日本でも取り扱い、販売されるようになったという教則本でございます。はいでも、スティーブ・ガッドね、嫌いな人いないと思います。いない説。 ありますので僕がこれ紹介するまでもなくですね、ガッドファンのガッドマニアの皆様におきましては、当然手に入れてる。当然買ってるし、当然やってると、えー、いったところだと思いますので、えー、この動画ではですね、あそんなのあったんだと。スティーブ・ガッド教則本出したんだ。へえーっていう方や、ちょっとこれ中身気になるわと、えー。どんなこと書いてあるのかしらと。ちょっと買おうか迷ってるよという方のために、この紹介をしていきたいと思います。はい。で、スティーブ・ガッドの説明はいりますかねどうですかね YouTube でちょっとスティーブ・ガットって検索してあの見ていただければもう一瞬で分かると思います。まあ、要はすごいドラマー、まあ、伝説的なドラマーですし、えー、今生きている現存するプレイヤーもスティーブ・ガットの影響を受けてるよという方はね、大変多くいらっしゃると思います。はいでまあ、特に特筆すべきはドラムセット、ドラムセットのプレイの中にマーチング、ドラムコーのえー技術ですね、ルーディメンツを取り入れた、音楽的に昇華させたという。 え功績がありますはいで僕もハンドパーカッションがメインのプレイヤーなんですけれども最初からねこの足が使えた方がいい手足が使えた方がいいなと思って特にそのドラマーーでで参考にしたのがスティーブガッドなんですね、はい、DVD も一通りですねもう傷だらけで再生できないくらい何回も見まくりましたし僕が普段着てるねこの黒い服だったり演奏中にこう腕時計をするっていうスタイルっていうのは実はスティーブ・ガット オマージュしていいるとううね、まあ、どうでもいは気になるこのガッディメンツの中身はどうかといったところなんですけれども一言で言うと超基礎練本ですはいスティックコントロールの基礎を徹底的に磨くための本だと思っていただければいいかなと思いますおよそですね40ページ強ありまして1ページに1曲練習曲「エチュード」が書いてあるという感じですねで使うテクニックとしてはルーディメンツが主ですね っていうか、ルーディメンツばっかりです。ルーディメンツが多用されているフラムとかダブルストローク、フラムアクセント、スイスフラムアクセントとかね、ラタマキューとか、まあ、ちょっと難しいルーディメンツも入っていたりします。まあ、ルーディメンツって何っていう方はね、僕解説動画出してますので、えー、概要欄から見てみてください。なので、初級者、初心者にはちょっと難しいと思います。中級者以上向けっていう感じですね。しかも、 何も説明とか、ね、書いいてないんですよ本当にこう、まあ、最初に1ページイントロダクションって書いてあるんですけれどもそれ以外はひたすら練習曲が載っているだけというふうになりますので、えー、最低限この譜面が読めるっていうこととパッとねこう譜面を読んであこの練習曲はこういうことを、えー、鍛えるためにこういうことを磨くために あるんだなやるんだなっていうことが自分でなんとなくね消化できるぐらいのリテラシーは必要かなと思いますはいだからいきなりこうねドラム始めるぞとパーカッション始めるぞっつってねガッティメンツスティブ・ガットだやっぱねすげえからね買うかっつって買ってパッと見てもはてっていう感じになっちゃうかなと思います、はい、この本の目次のところにこのガッティメンツの演奏動画が見られるホームページとエンターコードっていうのが書いてありますので それをネット上で入力していただければ実際にね、スティーブ・ガットがこれを演奏している映像を見ることができます。はい。なので、おスティーブ・ガットと一緒に練習できるよというのをね、モチベーションにできる方にはとってもいいと思います。はい。ただ、この練習曲の内容っていうかね、書いてあることがすごい特別な練習法かっていうと、まあ、決してそんなことはないかなと思います。いわゆる普通のスティックコントロールね、 えー、練習本ととそんなななに変わいいかなと、まあ、僕は思いました、はい、ただ本当にね、えーまあ、フラムだったりリドルだったり、えー、ダブルストロークみたいなルーディメンツを徹底的にやり込む徹底的に落とし込むための練習曲がたくさん載ってるっていう感じなので、まあ、粛々とねまあその磨きたい方にはとってもいいかなと思いますけれどもなんかこうねガッドがやってるあのプレーができるんじゃないかとか。 例えば有名なクレイジー・アーミーっていうのがありますけれどもクレイジー・アーミー僕もね乗ってんじゃないかと思ったんですけども乗ってませんはいもう本当にね、えー、それよりももっと前の段階というか一つ一つのルーディメンツをね磨いていくぞという内容になっておりますはいなのでまとめると、えー、この本がおすすめの人はですね、まあ、とにかくスティーブ・ガットが好きであるとスティーブ・ガットファンであれば絶対に買った方がいいかなと思いますねあとはそういう基礎的な、えー、ルーディメンツを磨きたいよと えなんか練習曲やりたいよという方はねいいと思いますし一般的なまあスティックコントロールだったりシンコペーションブックみたいなね教則本は終えた上でなんか新しい練習曲取り組みたいよという方にはいいかなと思います。はい、ただまあこれ始めたばっかりの方とか、えー、若い方でね「えスティーブ・カット誰ですかそれ?」みたいな、えー、方はまあ特にやる必要はないのかなっていうかまあ見てもねあんまりその 使い道というか価値が実感できないかなと思いますので、まあそういう方はね、えー、必要ないかなと思います。はい。で、参考までにですけれども、本当に参考までに、えー、このガッティメンツのね、一番最初に載ってるウォームアップっていうのを僕演奏してみたいと思います。っていうかもうやったんですけども、あのー、お見せしたいと思いますので、あ、こんなことをやるんだって、こんな内容を練習するんだっていうのをね、えー、見ていただければと思います。はい。 一応ハンドパーカッションとドラムセットでそれぞれやってみましたので参考までに見てみてください。 はい。というわけで今回はスティーブ・ガット初の教則本ガッティメンツの紹介でした。気になる方はぜひチェックしてみてください。はい。こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので概要欄の再生リストからぜひご覧になってください。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様を大募集しています。 このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同、ご支援いただける方がいらっしゃいましたらですね、えー、ぜひメンバーシップ入っていただけるととても嬉しい、とても助かりますので、よろしくお願いいたします。はい、また毎週日曜日の YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやっておりますので、チャンネル登録してぜひ参加していただければと思いますというところで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。